ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、明けましておめでとうございます。本日2018年1月1日オンエアのニューヨークコリンゴラジオは元旦スペシャルでフロリダからお送りいたします。ニューヨークベースのラジオ番組なのに新年一発目いきなりフロリダかよって感じですが、2018年も型破りで、コリンゴラジオをお届けいたします。さて今年最初のゲストは、新年に羽ばたいていきたいですよね。そんな元旦にふさわしいサンライズでテイクオフなゲストをお呼びしております。本日のゲストは女性教官パイロットのミサ・フランクリンさんです。ミサさんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いやミサさん、女性教官パイロットってすごいですね。なんか空羽ばたいちゃうんですね。そうですまず私たち一般人、パイロットのお仕事ってなかなかちょっとピンとこないんですけれども、インストラクターをやってらっしゃるということですよね。そうです。生徒さんが私を見つけてくださって、うん、それで、はい、飛行機に乗って免許を取りたいっていう人の要望で、うん、教える、もう初めの基礎から入って教えてます。はい、インストラクターとにかく私は教えるのが多分好きなんみたいです。あと飛ぶのがもちろん、もちろんね、飛ぶのが。で私全然飛行機に関しては無知もいいところだったんですけど、今日ミサさんがね働いているこのエアポートね、何でしたっけ、何エアポートでしたっけ、アルバート・ウィティッド・エアポート。これプライベートジェットとかプライベートの飛行機が飛んでくるエアポートですよね。そうですっていうか、誰でも OK です。誰でも OK ですけど、誰もなかなか取れない飛べないんですけどね、なかなかね、なかなか誰でも来れないでは来れないんですけど、このエアポートは本当にちっちゃい飛行場で、ね、ちっちゃい飛行場で、はい、インターナショナルではなくて、うん、小型機が州、州です、州で飛んできてる、セントピーターズバーグ市の、うん、本当にダウンタウンの真横にある、真横にありました、ありました、ありました。いろんなね飛行機あったんですけど、私完全に勘違いしておりました。なんか小型ジェットとかプロペラ機とヘリコプター全部違うんですね。私は全部一緒だと思ってたんですけれども、そうですね、飛行機といえば小型機でもちろんジェット機、うん、私の教える飛行機は、プロペラ機、プロペラが主で前に進む、はい、いや私そうなんですけど、私はプロペラ機もヘリコプターも一緒かと思ったんですけど、ヘリコプターはプロペラが上に上がって、上にあるんですね、やって上に上がっていくんですよね。そうです。でミサさんが教えてるのはプロペラ機だ。プロペラ機で前に進むんですね。はい、そうです。前にもう全部一緒だと思って、しかもセスナって小型機のことを言うのかと思っていたら、うん、セスナはカンパニーネームだったんですね。そうですそう、セスナの会社もあるし、パイパーエアクラフト、はい、ビーチクラフト、はい、もうシリアスエアクラフト、うん、もうとにかくいろんなカンパニー、いろんな会社、もうだからセスナはその中の一個の会社と、そうですね、一番でも有名かも、有名ですよね、うん、だから私よく知られてる。てっきりセスナってセスナ機っていうのは小型機のことを言うんだと思ってて、要はソニーが作ったウォークマンが、うん、全部ウォークマンみたいな。ではでは、ミサさん、はい、そのパイロットになろうと思ったきっかけは、はい、一番のきっかけは、ちっちゃい頃からもちろん空飛ぶっていうのを夢にしてたんですが、うんうん、はいはいはい、一番のきっかけは、うんうん、高校3年生の時に、はいはい、たまたま留学してたんですが、はい、ケンタッキー州のその田舎の州に留学してた時に、うん、その時に出会ったボーイフレンドのお父様がセスナ機、うん、はい、セスナ機を持ってたんですそれはもうセスナ、本当にセスナの会社の2人乗りの飛行機を持ってたんです。でそれで、彼の家族、うんうん、その当時のボーイフレンドも彼と飛びたくない、うん、お父さんと会って飛びたくない、
私しか多分一緒に飛ぶ人がいなかったんでしょうね。誰も飛びたがらなかったんだ。だけど怖くて多分こう私はなかなかね、あの小型機っていうとちょっと心配な人もいるけれども、私はもう喜んで喜んでで乗りたい乗りたいと、でそうだから週末しょっちゅう電話かかって、お父さんから乗りに行こうか行こうって言って、そういろいろ乗せてもらって、でそれが多分一番のきっかけ。あ、でもそれに乗ってから、うん、あ、やっぱり私も操縦したい、私もやりたいって。あ、でも夢を叶ったのはでも随分後だ、後の話、ま、でも高校3年生の時にその初めて小型機に乗ったわけですよね。そうです。でその後あの高校はもうアメリカで出てるってことですね。そうですね、卒業してます。卒業はアメリカ、高校はアメリカで出てて、大学もそうです、アメリカで引き続き大学も出てます。出て、はい、ケンタッキー州です。ケンタッキー州でね。で大学卒業してから日本に帰国して就職してますよね。そうです。専攻がコンピューターインフォメーションシステム CIS というやつだったんで、その関連の会社、うん、外資系の、うんうん、東京の半蔵門にあった外資系に就職決まっちゃったんで、うんうんうん、で就職決まっちゃったんでね。なんかほら空に憧れてるから、あ、それは止まっちゃってます。なんかね、エアラインの仕事とか行きたかったです。飛行機関係の、そうですよね、うん、でもその時点はまだ免許も取ってない、うんうんうん、ただ夢を見てただけ。夢を見ててね、まあ空に飛びたい、うん、また飛びたいなと。ただまあ現実にね、こうね、な人生ね歩んでて、まあ就職も手堅くして。いつからこう変わっていったんですか。今アメリカに住んでますけど、ね、そうですね、うん、大学卒業してその後東京就職、うん、でまた運良くか、うん、運悪くか知らないけど、今の現在の主人、うんうん、ハズバンドに出会い、彼が空軍だったんで、ということはエアフォースそうです。だからエアフォース旦那さんもパイロット。それがですね違うんですよ。違うんですか。パイロットじゃなかったな。彼はコミュニケーション、コンピューターオタク、コンピューター関係のネットワーク関連の仕事、はいはいはい、エアフォースはエアフォースですが、うんうん、コンピューター関係の仕事。なんかちょっと飛行機に近づいた、ね、違う全然。じゃあまだ結婚はしたけれども、別に彼はパイロットではない。でもほら空軍だから、なんか飛行機に関係はしてるんじゃないですか。そうです、基地もう必ずエアフォースベースって言ったら、うん、滑走路、うん、あるある、飛行機、そのもし飛行機のデパートメントもあるし、パイロットの仕事もある。それで飛べたりしなかった、ね、してないですね。しなかったんだ。でも横田基地に、ね、ほらエアショーとか、あ、はい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 、の飛行機関係の戦闘機とか、はいはいはい、もちろんあって、うん、あってすごいもう夢頭にある、はいはい、ね、免許取って空飛びたいって夢を持ちながら、うん、ずっと日本では生活してたんですが、でも結婚しちゃって、なかなかほらその夢叶えるの大変じゃないですか。そうですよね。どうするんですか。で免許取るのもすごいお金かかるんですよ実は。かかりそうですよね、1回につき何百ドルなんで、だからもちろんね、結婚始め就職した寸前、すぐあとなんてお金ないですよね、うん、皆さん、はい、だから免許に到着するっていうか、その免許を取るっていう、まあ、なかなかね、あの結婚したてで私パイロットになりますともね、無理だった、その頃は無理でした。が、彼の拠点が、はい、スコットエアフォースベースって言って、はい、イリノイ州にある基地に移った時に、はいはい、うん、フライングクラブっていうのが転勤だったんだ。そうです、転勤で、ご主人転勤、3年後に、うん、出会って3年後に転勤なって、で、うん、それが結婚するかしないかの、うん、それ全然関係ないです。いや関係ありますあります。なになに、じゃあもし結婚しなかったら、うん、そのまま彼はイリノイ州に行って、うん、私は、遠距離恋愛は絶対無理って分かってるん で、 でそこで終わり、まあ、このリレーションシップは終わりにするか、うん、それとも結婚して一緒に行くかで、うん、その選択を迫られたんだ。3年後、あの就職してから就職して彼と出会って3年付き合ってて、もうあのイリノイに帰らなきゃいけないんだけれども、俺と結婚してくれるか、そう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 、ここで終わりか。でやっぱ結婚
婚しちゃって、うんうんうん、してじゃあイリノイ行きだ。あ、それはどっちを選んだんですか、イリノイ行きを選んだんですか、でも彼との結婚を選んだんですか。これちょっとシビアなクエスチョンね。いや彼ますけど、そうですね、うん、どっちだろう、どっち。初めて会った時に一番、うん、何彼と付き合いたい理由は、はい、ビール。あのそれじゃどっちを取ったんですか、ビールを取ったんですか、彼を取ったんですか。ビールを取った、フォワーズライトっていう日本になかったフォワーズライトね、それが基地に行けば飲めないっていう理由で初め付き合い始めたんですが、3年前でフォワーズライト付き合ったらフォワーズライト飲めるぞと、そうそれでそれが始まりで3年付き合ってで3年後に今度はイリノイか、結婚するかそれとも別れるかっていうので、結局結婚でもし結婚しなかったらここにいてね、空飛んでないですよねきっと。あ、でも迷わなかったですよね、だってもうアメリカ生活も、うん、ここね、あ、もちろんそうですよね、そうです、英語もできてたし、で確かに、うん、アメリカそんなに抵抗はなく、うん、そうですね、だから彼としたら、うん、ラッキーだったんじゃないですか。彼としどうなんですかね、彼としたらラッキーだったんですかね。フォアズライトも飲ませてやったし、まあイリノイにもラッキーだったんですかね。天候のイエスノーのイエスが出たんで、まあ、もうラッキーだったんでしょう。ラッキーです、まあラッキーですね彼はね。そうです、でイリノイに戻ったら、あ、イリノイ戻ってないですね、イリノイに嫁いだらそのイリノイベースにフライングクラブで、それ私もちろんイリノイ州に行ったら飛行機が乗るっていう、そんな頭が全然なかった。それ良かった、でもそれ聞いて良かった。あ、イリノイ行ったらフライングクラブあるからよし結婚しますっていう、あ、じゃないです、それはなかったです。よかったよかった、じゃあなかったです、うん、じゃあこれはもう、ね、ご主人取ったということで、はい、たまたまあのイリノイに嫁いだらたまたま、そうです、そうです、フライングクラブがあって、あって、うん、それでもうすぐにフライングクラブを通して、うん、免許を取るトレーニングに入りました、はい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 、で彼も一緒に始め、うんうん、じゃあ彼もってたライセンス一緒に取ってたって、ライセンスというかトレーニング、初めはブラウンスクールって言って、知識を取るための学校が、はい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 、学校あるんですね、うん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 、それを一緒に取ったりクラス取ったりして、2人で、うん、競争して誰が先に、どっちが先に取れるかみたいな、リトゥーン・エグザム、筆記、うん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 、テスト、どっかでやるかって感じ。わあ、じゃあ一緒にこう切磋琢磨というか、そう私が100点、うん、彼99点出たで、そう、筆記は筆記まで、筆記まで彼はパスしてます、うんうん、あ、筆記まで、あ、でも彼はじゃあライセンスまで取らない、取ってないです。え、なんでですかね、うん、もう若くなくて、うん、怖さがちょっと出てきた、フィアが出たって言って、多分ね、うん、経済面もあったと思います。経済面もね私が先にお金使って、うん、勉強取らせてもらったみたいな、わあ、じゃあご主人ご苦労がありましたね。クワースライトも飲ませてパイロットの免許も取らせて、でもラッキーだったんですよね。そうですよね。じゃあイリノイの方でパイロットの資格を取って、はい、このパイロットの資格ももういろいろありましたね。そうです、そうです、もうなんかパイロットの試験を取ったら全飛行機を運転できるっていうわけじゃないですよね。ないです、そうです。なんかまず最初にあのプライベートパイロット、はい、それは視界飛行専門っていうか、ということは雲のない、はい、あの雲なしで、もう目で見て視界が見える時しか運転できない。そうです、それを取ったんですね。それが一番初め、でそれも単発機がシングルエンジン、これがまたね、私もほら飛行機一緒、あのヘリコプターもプロペラ機も一緒だったもんだから、単発機と複発機、あの違います、プロペラが1個あるプロペラ機と2個あるプロペラ機。そうです、そう、でその視界飛行の免許は単発機ですね。そうです、
のシングルエンジン、そうです、エアプレイン、ヘリコプターじゃなくてエアプレイン、はい、もう全部一緒だったけれども違うんですよね。でその後にフロリダに転勤してきたんですね。そうなんです、はい、そうだから今ここに、ね、今ここにね、フロリダスペシャルですけれども、はい、フロリダに転勤してきて、フロリダに転勤してからまあまあいろんな資格取ってきましたね、はい、パイロットのまず、プライベートパイロットの資格で視界飛行の資格があって、その後に、何ですかこの景気飛行免許、そうインストゥルメントレーティングって言って、うんうん、雲の中でも操縦できる、あ、その資格を取ったんです、ね、そうです。でその資格を取った次に、事業用免許、そうです、コマーシャルパイロットライセンス、それは、人を飛んであげてお金をもらえる、うん、あ、ね、お金をね誰かに頼まれてパイロットで運転して乗せてお金をいただける、はい、ですね、そうです、事業用免許を取った後それでお金が稼げる、そうそうです、パイロットとしてお金がいただける免許の後は、はい、教官免許ですね、はい、フライトインストラクター免許ですね、はい、を取って、その免許があったらなんか誰でも教えられそうですけど、雲の中のフライトは教えられないです、ね、教えられないです、そうです、何個ライセンス必要なんですかパイロットでも教えるのが好きだから、結構パイロットの資格を取った後にやっぱり教官の免許も次々と取ってますよね。事業用の後は、うん、とりあえずトラフィックリポーターを乗せて、ラジオのお兄ちゃん、おじいちゃん、あの時はおじさん、うん、おじさん、もうおじいちゃんになられてた、おじさんを乗せて毎朝6時から9時の間乗せて、でラジオ、うん、ラジオ、あとトラフィックリポーターを、はい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 、ラジオの生放送、生放送で、でおじさんが空からあ、ここ渋滞ですっていうのをやってました。毎日月から金まで朝6時から9時の間、だから5時には飛行場に来て、うん、おじさん乗せて、そうです、でも面白かったけど、うん、わ、時々眠くなったりしたけど、これね、時々朝早いですしね、長いですしね、6時9時ですから、そうラッシュアワーで、朝とあと夜も、夕方夜も飛んでたんですか、夜も飛んでました、おじさん乗せて、おじさん乗せて、同じおじさん、4時から、渋滞情報のおじさん、そうです、リポーターを乗せて、4時から6時とかそんな感じ、はい、わー、でそれ面白い、事故があったらそこをぐるぐる回って、あ、じゃあちょっとそこ事故あったんでちょっとその辺回ってくれますって言って、そうです、じゃあそれコマーシャルライセンス取った後にすぐにその仕事をもらって、わあそれ面白そうな仕事ですね。でじゃあ観光の人とかも頼まれたら、なんか飛行機に、あ、観光もやってました、ね、はい、遊覧みたいな、はい、あ、でその後に免許を、教官のね、インストラクター免許取って、で教え出したんだよね。そうですね、その時まだトラフィックリポーターもやってながら、着陸したすぐに教える、生徒教える、うわ、一日中飛んでた、その頃まだ若かったしできたんだ、うわすごい、一日中飛んでました。怖いとかそういうのは全然ないですね。もうそんな怖い思ってる時間がない。あ、そりゃそうですよね、うん、まあ怖いと思ったらまず免許取らないですしねだって小型機だから揺れも激しいわけでしょ。もちろんね、もしそう天気の悪い時とか煽られたら、うん、ねえ、はあ、そうですか。なんかすごいいっぱいたくさんそのトラフィックリポーターとして飛ばしてもらった時に、はい、いっぱい時間を稼ぎました。あ、なるほど、飛行時間をね、はい、ああ、じゃあいい仕事でしたね。お金もいただけて、そうそう、経験も積んで、そうです、そうです、でないと最後に取れる、旅客機用のライセンスっていうのはすごい時間必要なんですよ。トータルタイム1500時間かな、ないと取れない、はい、まずじゃあもう新人が取れないところなんだ。取れないです。もう経歴っていうか経歴を見て、え、はい、じゃあ待ってください、全部の経歴行ってきますかね、ごめんなさい、教官の試験取った後に、雲の中で飛べる教官の免許を取った後、はい、先ほども言ってた
腹圧機ですね、はい、あのプロペラが2つついている、エンジンが2つついてる、はい、エンジンが2つついているやつ、モルティエンジンレーティング、はいはい、取りました。でその後すぐに、すぐにインストラクターとして、あの、はい、その腹圧機のを教えられる、教えられるインストラクターの資格取って、モルティエンジンインストラクター、はいはいはい、サティフィケ、その後に、旅客機の免許を取って、はい、旅客機っていうのは私たちが普段乗っているような、あのもしキャプテンになりたいんであれば、うん、エアラインのキャプテンになりたいんであれば、はい、この ATP エアライントランスポートパイロットという免許が必要です、はいはいはい、それを取ったところですか。それを取ってます、腹圧機で取ってます、モーティエンジン。あ、そうですね。ただ使ってないけども、その免許を持ってるだけで、持ってるだけで。でもそのエアライントランスポートパイロットっていうのはその旅客機免許ってことですよね。そうです。それを取るのにそのトータルの飛行時間がこれだけないと、そうです、その免許を取る試験すら受けられないってこと。そうです。あら、そう、そう、でもでもこれで全部かと思いきや、今度はもう水上飛行機、うん、水上飛行機の免許取ってますよね。免許も取ってますね。それは妊娠中に取ったんだ。妊娠中に取ってます。はい。わあ。妊娠、子供ができてからだったら時間なくてもう取れないと思ったんで。子供ができたらね、じゃあ子供がお腹にいるうちだったらまだ水上飛行機の免許、水上飛行機の経験したくて、どうしてもしたくて。今しかないと、水上飛行機免許っていうのは、はい、水面に着陸をする、はい、離陸着陸両方、離陸着陸、はい、離陸ってできんですか。できます、できます。ちゃんと風に向かって飛ばないといけない。でも風がなかったな。でも大丈夫です。それをもうあの妊娠8ヶ月、ま、あ、妊娠8ヶ月、いや妊娠中に取ったんですよね。そうです。でもそれ2日で取れました。2日で取れるんだ。それは一日もう何十箇所の湖に着陸離陸の練習して、次の日にちょこっと練習してテスト、はい、よかった。なんかそれ2日で取れるけど、旅客機の免許は何千時間、何万時間ないと取れない。まあ、それは時間かかります。じゃあインストラクターの時間もそれ入ってます。もうこの他にはないですね。そうですね。あとはもうほとんど全部 あのパイロットの資格は取ったんですね。そうですね、はい、また あと取れるかなっていうのはヘリコプターヘリコプター取る気ですか。やりたいですね。3時間だけ持ってるけども、あ、ヘリコプターのちょっと難しいね。ヘリコプター難しいんですか。難しいです。だってヘリコプターっていうのはこのセスナ機とか、はいはい、羽がついてるのは、はい、エンジンが止まってもグライディング、ペーパーエアプレーンみたいな感じでグライディングしますよね。ヘリコプターは羽がないでしょ。そうあのヘリコプター羽がないんですよね。グライディングしないで、そうだ、もう無理やりプロペラで羽を作ってる。プロペラだけで飛んでるんですよね。だからちょっと違う。エンジンもないってこと？あります。エンジンはあるよね。エンジンがプロペラを回してるんです。でもだからプロペラだけで飛んでるってことですよね。そうですね。もうそんなプロペラ機って私なんてこうドラえもんのタケコプターぐらいかなっていう。あ、それもやってみたいなと。それもやってみたい。でも3時間くらいやったことがあるってこと？3時間だけ、誰かと知り合いの人と。わあ、じゃあもうでも ほぼ全部パイロットというパイロットの免許は取ってしまったと、はい、いうことですね。ちなみに今インストラクター、はい、女性教官パイロットじゃないですか、はい、いろんな方を教えてると思うんですけども、パイロットになりたい人たちを、結構ここアメリカですし、この男女差別とかも、今ね平等にとは言ってますけど、男女差別とか人種差別とかもあるじゃないですか。だからなんかパイロットっていうと男の世界みたいな、やっぱりパイロット男の人の方が多いですよね。もちろん多いです。多いですよね、はい、だからなんか生徒さんとかでも、女教官かよみたいな、なんかそういうのってないです。ないですね。ないんですか？経験したことないですね。っていうか、
何を思われてるか知らないですけど、はい、ただ、よく聞くのは女性で日本人で、はい、日本から来て英語もね、うん、セカンドラングエッジなのに、はい、よくやってるってよく褒められますあ、本当褒められる方 逆に褒められるんだ差別どころじゃなくてない反対ですよね逆に褒められてじゃあもしかして逆に人気でリクエストが多いとかリクエストもあります女性だっていう日本人だっていうのじゃなくて、うん、女性あレイディーパイロットだっていうので、うん多分我慢強いっていうのもあるし、はいはいはい、あとあ女性パイロットの方が男性パイロットよりもこう忍耐強くペイシェントでそうですねあのカームというか落ち着いて教えてくれるから生徒さんは女性パイロットの方がリクエストする人が多いんだありますへえなんか私はてっきりいや男の世界だからもう男でお願いしますとかっていうのかと思ったらでもじゃあ最近は、うん、あの生徒さんも女性のパイロットになりたい人が結構あります多かったですかね生徒さんも ね生徒さんね、はい、女性の方いらっしゃっています 4,5 人いますねああ 4,5 人の女性教えてるんですか、はい、いますわあすごいもちろん過去にもういっぱいうんたくさん教えてへーわーあのちなみに、まあ、パイロットにはアメリカでパイロットの試験を受けてなったと思うんですけれども例えば日米を比べた時にもしパイロットになりたい人とかでねなんか違いとかありますかね日本でジェネラル、うん、一般のジェネラルエビエーションで飛んだことはないんですが、はい、聞くところによると、うん、高い値段がもうヨーロッパもそうジャーマニーのドイツ人の人とか、うんイギリス人の人とか、うんうんうん、皆さんこっちにアメリカに来てアメリカに来て、うん、で免許取る、うんまあ、もしくは免許取ってる人も、うん、こちらに来てレンタルして、うん、飛び回る人が多いです、じゃあ、うん、あの日本ドイツヨーロッパの人とか日本の人っていうのはあの免許を取るのも高いし飛行機乗るのも高いそうですだからみんなアメリカに来てライセンス取ってアメリカで飛んでるとそうですねへえでも例えばこのパイロットのライセンスって世界共通なんですかあ違います違うんだ、はい、アメリカのライセンスを、はいもちろん日本運転免許と同じような感じじゃあ国際免許みたいな感じ切り替えっていうか国際免許みたいなのもあってあります運転免許と一緒だ同じ感じあじゃあ私は日本の免許はもう期限切れちゃってないんですけど、アメリカの免許証があるからアメリカであの手続きすれば運転できるのと一緒だ、そうですそうですで日本に帰ってそれを見せれば多分切り替えられる切り替えられると もしかしたら手数料ちょっと払うかもしれないし、でもあそんな感じに思ってもらえればあ、まあ、もちろん国によって違うとは思うけどへえあなるほどじゃあみんなあのエアラインの、うん、例えば JAL とか、うんうんうん、あと中国のエアラインとか、うんうん、皆さん雇った後に、うん従業員というかパイロットになる人をこちら、うんうんうん、アメリカに修行させて、うん、移住させて、うん、修行させるでパイロットにならせてで戻る地元に戻るそれでも安いわけだあのそうらしいですその各国でパイロットになるよりも、だからそういう会社がいっぱいありますねへえじゃあなかなか日本でパイロットになるっていうのは大変ですね、うん、そうですね多分空軍なんだっけ、うんうん自衛隊か、はいはい、自衛隊の人ぐらいじゃないかな、うん、なんとなく簡単って言ったらいけないですけど、お金もかからないとかお金かからずにでも自衛隊に入んなきゃいけないんですからねっていうパイロットになるのはねこっちもそんな感じただ、ね、パイロットになりたければ軍隊に入ると一番
あれお金かからない、お金かからずに。でもまあ軍隊に入りたくないけどパイロットの人はお金が、ね、そうですね、超かかるというか、そうですね、もしくはもう超お金持ちの人、そうが多いですね。でゴルフをする人とかもすごいお金かかるですよね、はい、レッスン、そんな感じで見てもらえば、そうですね、日本は高いけれどもアメリカに来たらそんな高くないですもんね、でもレッスンもちろんこっちも、そうかそうかそうか、レッスン代かかるでしょ、はいはいはい、そんな感じですね、飛行機のレッスン代と、そうですか、だから安くはない安くはない、まあだから昔から飛びたかったですからアメリカに、ちょこちょこと、ね、その長年、ね、長年ね、でもなかった、若い頃からやりたいと思ってた空飛びたいっていうのは、まあ長くかかりましたけど叶っちゃいましたね、叶っちゃいましたね、叶いましたね、はい、でミサさんさっきね、あの教えるのが好きだって言ってたから、パイロットの免許取ったら今度は教官の免許取って、また次のパイロットの免許取ったら教官の免許取ってって、教えるの方が基本的に好きなんですね。そうですチャーター便、もうちょこっとやったけども、例えば、はい、バハマに行きたい人とか、はいはい、キーウェストに行きたい、はいはい、そしたらタクシードライバーみたいな感じでタクシードライバーですね飛んだ、3年間だけそれやったけども、はいはい、なんて言うんですかね、教えるじゃなくて、もう本当にチャーターで人を運ぶで、スーツケースとかあったら私が持ってあげたりしたり、はいはい、あとになんて言うのかな、私あんまり好きじゃなかった、やったけど、なんていうか接客というかパイロットだけれどもこうそっちは好きじゃないと、教えるのが好き、教える方が好きなんですね、はい、いやその教えるのが好きなミサさん、実は子供の頃もう一つなりたいものがあったんですよね、はい、まあ、パイロットで空を飛びたいって子供の頃思っていたのと同時にもっとね、はい、私はクモン式の生徒だったんですよ、日本で京都出身なんですが、はい、京都にいた時に、小学校1年生からずっと公文式をやってて、で数学を一番好きだった、数学得意だわ、私数学苦手よわでも公文のおかげ、もう絶対公文式の、なんていうの、公文式を信じてます、私は、やり方、教え方っていうか、それを将来絶対この小さい 子供たちに私の、で経験したこのクモンを教えたい、ね、まあ、で子供の頃にクモンを自分やってて体験した、これは素晴らしい、これを次の世代の子供に教えたいと、ずっと助けてあげたいっていうのがずっとあった、頭にあって、8年前に、9年になるのかな、いや自分のクモン、自分のクモン教室を開きました、セントピーターズバーグフロリダのね、はい、ピーターズバーグ、もうここにここから引っ越ししないっていうのが判明したんですか、判明っていうか、子供いるし学校もあるし、もうご主人転勤はもうないんですか、もう彼は退職、もう退職したんですね、して、違う仕事をしてるんで、やってるので、はい、じゃあもう転勤もないし、ないので、もうここで骨を埋めるじゃないですけどここに定住するの で、ね、引っ越すこともないので、ここだ、じゃあここだと、そうですね、やっと子供の頃からの夢の公文式を開くことができるって、なんかこれも公文開きたいって言っても、またこれもライセンスが必要なんですよね。トレーニングして1年ちょいかかったと思いますね、教室を開くって決まってから、もちろん場所を決めとかもあったけども、なんかシカゴの方までこのレッスンして、はい、受けに行って、ね、はい、公文式をトレーニングを1週間ずっと、ね、もう子供をお腹にまだいながら、うわ、妊娠中、だって妊娠中、妊娠中8ヶ月までパイロットとしても働いてたじゃないですか、ですね、チャーター便やってましたよね、はい、やってました、チャーター便やりつつ公文式もそれは 2人目ができた時、それは2人目か、2人目ができた時に公文式を開きた、じゃあ1人目の時はチャーター便で、チャーター便で妊娠して、妊娠8ヶ月まで、そうそうそう、2人目の時には公文式、かわいそうですね子供がよく考えたすっごいな、でもアメリカ人ですねそれは、
ほら日本の方だと妊娠するとちょっと安静してて、そんなのしてないわ、8ヶ月ギリギリまで働く人っていないけど、アメリカは普通じゃないですか。そうですよ、ね、結構当たり前にみんな臨月まで働いてたりするじゃないですか。あ、そう、じゃあ今ここに苦悶式の夢が叶って、ね、全部夢が叶っちゃってるので、はい、あの子供の頃からの私ね、いつもこの放送で将来の夢とか希望とか野望とかね聞いてるんですけど、はい、なんか全部叶っちゃってるのでねなんかこうほらもうありとあらゆるパイロットのライセンス取ってしまってるし、そうですね、うん、クモン式すごく今、うん、ブームっていうか、あ、今ブームなんですか。ブームっていうか私の教室はすごい時々生徒さんの座る場所もないぐらい満員になってしまってて、はい、でもね、だんだん年も取ってきてるし、うん、できれば、うん、クモン式を信じてるお母様、はい、クモンのお母さんか、はい、それとも誰でもいいんですが、はい、私の生徒をテイクケア、うん、ちゃんとしてくれる人、誰か買ってくれる人がいれば、何ですかその後継者というか、クモンを引き継いでくれる人、うん、探して、うん、でもしそのビジネスが売れたら、うん、リタイア、あ、リタイアなんだ退職して、うん、で自分の飛行機を買って小型機ね、買って、うん、そしてアメリカ中を横断っていうか旅行したいですね。好きなだけ飛んでってこと飛んで旅行したいっていうのが夢、夢、今の夢です。だから買ってください誰か。クモン式をね買ってる人募集中じゃないですけど、でももちろん、今楽しんで、今ね、今はね、今は教えるのが楽しいから、はい、でも将来の夢としてね、そうですね、将来一生やっていけないし、さすがにね教えるのもねじゃ今はいや、でも教えるのが好きだから今楽しいんですよ、楽しんでクモを教えてるけれども、将来的には誰かに買ってもらって、うん、オーナーをしてもらって、ちょこちょこ助けるのはいいですけど、はいはいはい助けるのはね、ちょこちょこですけどね、これから世界中飛ばないといけないのでね、そう、それが私の今の希望感。あ、わー、だからビジネスオーナーちょっと大変、うん、大変ねこれからずっとね一生していけないし、ね、でもまあだんだんできるところまで楽しんでやって、そこそこなったらこうね、あの公文を引き継いでくれて、日本人だったら最高ですよね。公文は日本から大阪から来たんで、どうです大阪から発信なんですか。そうですよ、トール公文さん、公文トールさん、公文トールさんが開発された。私公文やらなかったから数学ダメなのかな。54年前、世界中で今使われてますから。じゃあ私の将来の夢はミサさんの公文式買おうかなって。無理ですけど、いやいやいやね、公文だってやったことないんだ。あ、でも大丈夫、教えます。トレーニング、私からトレーニング教えるの好きですしね、はい、教えます。まあ、じゃあ将来の夢は、はい、あの、まあ、自分の小型機を買って、好きなところ世界で、まあ、はい、アメリカ中を横断して、いろんなとこを見て回りたいです。うわー素敵ですね。空からともちろん着陸して、うわー水面も着陸できますしね水面もどこでも OK ですね。水蒸気が必要ですけど。そうかあ、いけない飛行機変えないといけないんですね。そうですね。そして2台買わない。水蒸気と、はい、陸、はい、蒸気をコンバインされてるのもある。あ、じゃあそれを、それがいいかもしれない、それにしよう。それを買います。それを買ってください。それを買いますと聞きましたね。そうです。コンバインしたやつを買った方が2台買う必要ないし、じゃあもう本当世界中とかアメリカ中どこでも飛べるってことですね。ちょっと日本までは遠いけどねえ、ご一緒したいわ人様の夢にこう美味しいところだけ乗っかろうとしてる悪い人ですけれどもあ、いい夢ですね。それがじゃあ宣伝はあれですよね。ミサさん、パイロットのレッスンも受けてるので、もしあの英語が心配な方は日本語でも受けられる。はい、そうですね。もしセントピーターズバーグに、もうすごいいい街なんで、はいはいはい、もし長期
1ヶ月2ヶ月滞在して、うん、パイロット免許取りたいっていう方がいるんであれば、うんうん、お手伝いしてもいいかな。ねえ、あ、え、そんなに簡単に1ヶ月2ヶ月で取れちゃうんですか。ああ、でもそれ2ヶ月ちょっときついかもしれない。毎日毎日と毎日毎日も緻密にやる、プラス知識も、うん、の勉強も入ってなんで、はいはい、入ってない、そのその個人個人ですよね。個人、はいはい、もう若い人で、はいはい、もうすっごい吸収が早い人であればできるかも。でも全然あの日本でパイロットのライセンス取るよりは安いんですよね。もちろんそうですね。ホテル代とか入れても安い。あ、ホテル代とか入れても、あと飛行機代チケット代入れてもそれでも安い。そうらしいですよ。でもこのレッスンとそのライセンスを取るまでの大体の費用ってアメリカだとどのくらいなんですか。今ね、大体$8,000。あ、8000ドルぐらい。歯科飛行の一番初めのプライベート。最初のね、歯科飛行のライセンスは。8000ドルが大体、平均、うんうんうん。もちろん長くかかる人もいるし。あ、もちろんね。もうすごい、すごい。毎日毎日やれば早くですし、です週に1回だったらそれだけかかりますもんね。で、その方の、スキル。まあまあね、あとテストとかもあるでしょうからね。ドライバーズライセンスと一緒ですよね。そうです。筆記のテストもあるし、あと実技のテストもある。で、あ、うん、私がお助けできる、できるね、うん、ですよね。あと観光 の, あのフライトもやってるんですよね。あ、もちろんそれはあの、ね、それ大好きです。30分間ぐらいだけ、うん、30分ぐらいで飛んでくれる、ね、あと行きましょうね。この後ね乗っててもらえるんですよ。私乗ってきますね。はい、それをね、あの、まあ、ブログの方でね感想述べとくので、ね、ブログの方もチェックしてくださいね。それとあのミサさんのインフォメーションもブログの方に載せておくのでね。それから宣伝、はい、もちろんクモンですよね。クモン式あのまだですけれども、将来クモン式のビジネスを買ってくださる方と、あと現在ね、あのこの、セントピーターズバーグにお住まいの方、はい、ぜひぜひ、お子さんおられるんであれば、うん、ぜひ。クモン何歳くらいからやるんですか。今ちっちゃい、一番ちっちゃいので3歳。3歳から何くらい、何歳くらいまで。高校生、今一人だけ大学生いるんですけど、うん、あ、でも大体皆さん3歳から高校生くらいまで、でも一番いいのが、うん、プリスクールから小学校、小学生ですね。一番そのそれを始めるんであれば、今日本語で教えてるんですか、英語で教えてるんですか。英語ですね。英語で。日本人いない、私の子供、はい、3人しかいない。日本人ハーフですけど、でもみんなこっちに住んでるお子さんだから、う、ね、どうしてもね、あの国語はやってない、残念ながら。でも数学好きですからね。算数 と,、はい、英語をやってます。了解です。絶対いいですよ。クモン式ね、世界中どこにおられてもクモやられ る、ね、早いうちにね、早いうちに、ね、高校になってからだと必要だって言われたら、ちょっ と, ょっと、ね、もう何でもちょっと早くしなかったんだってよく言いたいけども、ね、言いたいね。私なんかもうこの年ちょっとクモンチャレンジできないのか。小学生あたりだったらね。ではでは、そろそろ、ね、はい、最後になるんですけど、お時間になるのでね、はい、最後に、この放送を聞いているリスナーの方に一言いつもいただいてるんですけれども、はい、何かありますかね。人生は一度しかないんで、まさにね、でもリカーネーションもし信じられてるた信じたい、私は信じたいんですけど、私も信じたいです。できるなら、ね、はい、したらそしたらいいんだけども、ね、まあ、とりあえず、まあ、とりあえずね、とりあえず人生は一度しかないんで、後悔しないように、うん、今しかないと思って、うん、そうやりたいことをやるべきではないでしょうか、やりたいこと全部やってきましたもんね。全ライセンス取りましたしね、そうですね、クモンまで開いちゃってね、から諦めないで、ね、絶対なんかがつながってくるみたいな、やりたいと思ったらどっかでちょっとつまずくもちろんそんな失敗いっぱいある、ね、いっぱいあるけれども、さっき言ったようにね、うん、事故もあるし、時々は、あ、そう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 。パイロット聞くの忘れてましたけど、あの一応ね、あのインストラクターとしてそういう事故とかもある感じ、もちろんでもそれはラーニング、あの失敗して学ぶ、ま、そうです、学びましたもんね、本当に学びましたもんね。20年、この20年間インストラクターしてきて、はい、初めて
事故で起こしたんです、ね、起こして起こしたというか、まあ、事故って本当の事故、うんうんうん、着陸離陸の失敗の、うん、本当に飛行機がもうダメになった事故だったので、もうその廃車になったんですか。そうです、その飛行機あダメ。もうじゃあ20年間教えてきて今初めて1回初めて今回この事故本当に初めて、タッチェンゴーって言って、うん、着陸離陸の練習をしてたんですね、はいはいはい、生徒さんと、はい、でその時に、はい、着陸してで次の離陸の時の失敗、あ着陸離陸の訓練で、はい、着陸は成功したんですが、その次に離陸する時に失敗、うん、それもテールウィールって言って難しい、はいはいはい、昔のすっごい昔の飛行機だったんで、はいはいはい、だから私がちゃんとリカバリーの用意をしてればよかったんですが、はい、ちょっとその生徒さんも結構経験のある生徒さんなんですよね。そうなんですよ、私のもう軽視軽機飛行の生徒さんだったんで、もう何回もの一緒に乗ってて、乗ってて何十時間一緒に乗ってて、僕よく知ってたから、はいはい、油断してたのかな、油断禁物ってことですね。そう、それがそうということなんで、失敗からも学ぶことが多いということですよね。す、はい、あの油断せずに、油断しないで、もう毎回毎回もう、うん、何が起こるか、どんだけ生徒さんを知ってても、うん、経験があっても何が起こるかわからないんで、油断するなっていうのが今回の事故の学びです。ね、学びですよね、はい、だから失敗してもそこから学びがあるから、ね、人生一回きりだし、ね、でもこうやりたいことはやってと、皆さん頑張ってください。ありがとうございます。私も頑張ります。いや、今日はね、元旦スペシャルにわざわざね、ゲストでいらしてくれてありがとうございます。こちらこそ。今日はね、エアポートのこの教官室ですか。グラウンドスクールの、うん、そうですね、クラスルーム。クラスルームでね、はい、インタビューしてるんですけど、こう途中にね、離陸とかするね、音が聞こえて、あ、なんか、エアポートだなっていうね感じがして、なかなか雰囲気出てたんですけれども、ではね、今週はこの辺で放送終わりにしたいと思いますね。いや、ミサさん、いろいろ貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ではリスナーの皆様、明けましておめでとうございます。本年もね、よろしくお願いしたいと思いますので、来週もね、また、放送続きますので、ぜひ、聞いてくださいね。それでは、See you next week! Bye bye!